皆さんおはようございます。今日はね、改めて ドリルスタンドのテーブルを作ります。前回作ったのがどうもフェンスの部分がすごく気になった部分もあって、一遍その反省も含めて作り直してみます。まあ実はこれ私専用のものではないんだけど、まあ前回の反省をもあってちょっと作り直して2つほど作ってみます。その中の1つです。とりあえずこの2つ作るためのこのフェンスを今切り分けました。こちらを使っていきます。これが、トップに位置するレールの部分ですね。これを貼り付けて、でその間に、テーブルの部分の1枚を切ります。でこちらが重ねる部分、トップの方ですね。で同じサイズに測って切ります。でフェンスを滑らすレールの部分を今作っていってます。でこれは半分ぐらいの位置で止めてます。ここまでしか必要ないと思います。今回の目的の一つとしてテーブル層だけでちょっと作れないかなと思って、他の工具はできるだけせいぜい使っても手のこと、あとジグソーを一部使いますかね。そんな感じで作っていきたいと思いますが、どうなるでしょうか。これでレールの溝が切られます。これでボルトが通るようになりました。フェンスのに取り付けるブロックを、まあ、作ってますが、まあ板の厚さは結構ありますから、これを45度で切ってくっつけていけばちょうど90度が出ますしね。で見た目も正面から見た感じも重なる部分がありませんので、まあ、見栄えもいいということでちょっとおしゃれな感じ
ではないでしょうか。あとで、まあ、強度に心配があれば、ビスを2本ほど打とうと思ってます。これでしっかりくっついてはいるんですが、やっぱり、ね、力が加わるとこですから、細いドリルビットから太いドリルビットに変えていって、フェンスにも穴を開けて、でこんな感じでネジ通して、そしてレールを滑らして、うん、でブロックも、もうこれでスムーズにと、これがあるのとないのとではまず安全性も違いますし、正確に固定しながら穴を開けるということも違ってきますね。あともう一つ、ここに鬼目納豆で、鬼目納豆じゃないの、鬼目納豆の穴を開けてねじ込んでいって、そしてここにクランプを、専用クランプをつけて、もっと安全面として固定力を高めるために、で今回この動画はここで終わりますが、また後日これをそのあるドリルスタンドに取り付けるシーンはまた改めて続きとして撮っていきます。またその時ご覧ください。ありがとうございました。今日はこの辺で、さよなら。